投資ファンドは、複数の投資家から集めた資金を用いて、投資を行いそのリターンを分配する仕組みを言う。単に、ファンドとも言う。投資信託として蘇生されることがあるが、一方で、いわゆる投資事業組合として蘇生されることもあり、文脈によってはいずれか一方のみを指すことも多い。会社型投資、契約型投資などに分類される。 投資家となるものから資金を集めて一つの財団的まとまりとすることで、その資金を投資した場合の規模のメリットや影響力の強化を図ることとなる。投資家側から見ると、投資ファンドは一定の利回りを目標利回りとして設定するなどしており、その運用内容を魅力として投資することがある。また、実際の投資家に代わって対象会社に対する影響力の行使を行うなど、 表に実際の投資家が出てこない形で投資が行える点もメリットとなっている。投資ファンドの実際の投資はファンドマネージャーと一般に呼ばれる投資の責任者が担当する。運用者への報酬は基本的な管理報酬と運用実績に応じた具合的な報酬が一般的である。日本法上における投資ファンドは一般に組み合い、 投資事業有限責任組合などの法形式を取って組織する場合と投資信託を用いる場合が見られる。金融機関などの投資関連部門と比べると法規制などによるコントロールが厳しくないことから比較的機動的な運用が可能であり、また必要に応じてファンドの形態を使い分けることができることなどから便宜的な投資のための資金の受け皿として用いられている面がある。 金融商品等に投資する。共同で事業に投資する。ありがとうございます。